はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今回はね、ちょっと短い動画になります。関連について、簡単解説したいと思います。なかなか難しいね、これね。今ね、このコメントが届いていました。これね、編集で、元気なおじいさん、ごめんなさい、動画内容と異なる件を投稿してましたので編集です。元気なおじいさんの動画楽しみにしています、頑張ってください、ということでね。これね、昨日作った動画なんだけど、ニューロ光回線はね、なんだかなんだかってね、あのニューロ光回線ね、赤い線切られて神経質だけ届くっていうね、方の投稿、ニューロ光、このテーマはニューロ光で、サブタイトルが回線は切られ請求書だけ届くで、ニューロ光のシリーズ動画です、これね。で、かっちゃん TV さんが、ごめんなさい、動画内容と異なる件を投稿してましたということで、異なる内容で、元気なおじいが今ねアップロード中なんだけど、今時間かけて作った動画がここに投稿された内容ね、これ編集になってるけど、編集前どんな内容だったのかっていうとね、おじいが今これね動画アップロード中なんだけどね、夜間の食道制限についてのお話で、でここにね、よいしょ、これね、おはようございます、いつもお世話になっておりますね、ここ最近 YouTube が固まるくるくるになるよっていう動画を投稿いただいたんだね。それがこの動画にで、これぐらいの内容をいただいたので、それのコメントを拾った動画を作って今アップロード中なんです。処理中、アップロードが終わってるんだけど、皆さんが見れるまでには時間がかかるんでね、 Google の処理がね、で Google の処理が終わり次第に一般公開になって見れるようになってます。でまだ今処理中になってるからまだ見れないけども、もう動画の撮影撮り終わってます、これね、ここの時間見れば分かるんだけどね。で元気なお兄さん、ごめんなさい、動画内容と異なる件を投稿してましたって書いてあるんだけど、何も異なる動画でも何もないんだよね。このニューロ光の話題ね、ニューロ光でサブタイトルが回線は切られて請求書だけ届くっていう方のコメントで、ニューロ光の話題なんです。ニューロ光の話題で、このニューロ光の話題のところにコメントとして、今フレッツね、フレッツから乗り換えて使ってくれてるんだけども、最近夜になると YouTube がくるくるなっちゃうんだよ、この下までちょっと続くんだけど、何かいい方法ないですかっていうこの投稿で、この投稿が関係ない動画だったんで、編集しますってことで、これに差し替えられているっていうことなんです。でこれね、おじいが言ってるそのモラルの話っていうのは、そのニューロの話題なんだから、ニューロに関して興味のある方がこの動画を見に来て、でコメント欄を見るので、ニューロに関する情報とかの話題とかやり取りだったら全然問題がないんだよ、関連動画だからね。でこのガッチャ TV さんの言ってるのは、このセールスマンが来て、その人から20倍早くなるね、状況よくて最低でも2倍は早くなるよって言われて入ったんだけども、遅いっていうね、そこの問題で、その内容ではないので、異なる件だったっていう、いやニューロの話題なんで、おじいが言ってる関係ないっていうのはこう全く関係ない、この関連の内容だったらいいけども、全く関係のない内容ね、全く関係のない内容だから、分かって分かって
とにかく分かって、本当魔法のまこちゃんになっちゃうよ、分かってってね。どこだったかな、おじい今日どこで作ったか、もうないかな、利用停止再調査案件ディスクトップもうないのかな、ちょっと待ってね、今日の動画だから、これかよいしょ、見つけました、よいしょ、今日のお話これだね、うん、でこの動画を見て、今ね編集してくれたと思うんだけど、これね何度も何度も言うけれども、この方の場合は XTU Max Pro っていうね、アクションカメラ、アクションカメラを宣伝してくださいっていう、その宣伝の動画なんだよね。でこのアクションカメラの動画にね、プロジェクターの Bluetooth が接続できねえってね、そんな相談してくるからね、てめえのことしか考えてねえしね、これを見に来てこのコメントを見た人全く関係ないね、全く関係のない、関連性が何にもない、ただの質問で迷惑だよねって、それを言ってるの、関連性がないっていう。だ例えばこのアクションカメラだったら XTU でなくてもね、例えばあ無損のやつだったらもうちょっと音がこうだよね、あだよねとか、このアクションカメラに関する内容とか関連の内容だったら、この別にいいわけなんだよ。で XTU のね、他の型番だとこうなんだけど、ああなんだけどとかね、で今回のね、同じ方がね、このニューロ光の話題なのに、ね、ニューロ光の話題なのにプロジェクターの Bluetooth が接続がねできねえから、ね、教えろっていうね。だからニューロ光の話題なのに全然違うプロジェクターの質問をしてくる、だから全く関連性がないでしょ。でこのニューロ光の情報を見ている、動画を見ている方がコメント欄を見た時に全く関連性がないでしょ。これもそうでしょ。 XTU Max Pro のね、この新しいアクションカメラの情報動画を見に来た人がこのコメント見た時に、いやば VT で Bluetooth しか接続できないっていうね、こんなものを求めてる人いない、全く関係がないでしょう。これね、だこれが迷惑な行為ですよってことなんだよ、ね、だからそういうのをやめてっつってんのね、リンクをこう貼ったりとかね、おじいの規約違反、おじいの規約違反で、なんでそのおじいの規約違反で、なんでおじいが規約違反にしてんのか、たくさんの規約違反があるんだけども、最低限これはモラルとして守ってくれないと人から嫌われるよ。だおじいから嫌われるってことは他の人からも嫌われるよ、気がついた方がいいよっていうことなんです。だおじいが一人気に入らないから、あでもこれは貼るよじゃなくて、これをやられると困るからしないでねって言ってるんだよね。だからこうやって意味が理解できてない人がいるから、今日の説明をしていたわけなんだね、これがね。なので、今回の内容を見てみると、そのこの方の場合はね、このガッチャン TV さんの場合はこのニューロ光の回線のトラブルね、セールスマンの言うとおりと入ったけども速度が出ないよっていう内容はこうなんだけど、ニューロ光の動画なんです。でニューロ光の動画の中に、くるくる状態になってね、うちも遅いんだよ、だから関連性なんか強いよね。さっきの人も倍速くなるって言われて、今までより遅くなったんだよって、速度が遅いんだよっていうねお話に、それでもさらに関連してるじゃん、夜になるとくるくるして動画が見れないんだよって。だからユーロ光の話題だから関連の動画なので、これをまたね、どうしてごめんなさい、動画内容と異なる件を投稿してしまいましたので編集でして削除されたっていうね、これはこれでまた困るんだよ、そう思われてしまうと、そうなるともうコメントが成立したくなってくる、その話題
その話題にピンポイントのことしか書けなくなったら、何も書けなくなるよ。私の場合はあだったんだけどこうだった、いや私の場合じゃなくて この人の場合のこうだから、これに関してどう思いますかの意見しかなくなっちゃうので、うん、だからね、動画内容と異なる、この動画内容と異なる、だ騙されたわしの話ではないね、異なるんだけども、でもニューロ光の話題なので関連の動画なんです、ね、同じカテゴリーなんです、ニューロ光の話題というカテゴリーなんです、ね、だからその単純なことなんだよ。ニューロ、例えばガッチャン TV さんがニューロ光の内容に興味があるからニューロ光のこの動画が目についてで見てくれたわけでしょ、で内容を見てくれた、でそこに書き込まれた内容を見て自分自身の内容もね客観的に見ると、それがニューロの情報を求めに来た人がガッチャン TV さんの夜の後遅いよねっていう情報が有益な情報なわけでしょ。これってだ営業マンに言われたけども言われた通りじゃなかったっていう、そのニューロの情報を求めてきた人が見た時に、ね、そこにあったコメントがガッチャン TV さんがニューロを使ってて夜になるとくるくる状態になって、速度も遅いんだよ、でも昼間測るとこんだけ速度あるんだけどねっていう、これは視聴者さんにとって情報を求めに来た人にとって有益な情報なんです。しかも今回の動画と関連性が非常に高い、速度に関心する、だから全く違う内容でもニューロの内容だったら全然 OK だし、今回は同じニューロ光の内容だし関連性もものすごい高いじゃん、かなり一致するね。でも話題がそのおじいさんの話題ではないっていうこと、まあおじいさんかどうかわかんないけどその勧誘された方の話題ではないということで動画の内容とは異なるっていうことで、判断されてる、だから根本的に違うので客観的に見て、ね、だから別の方が見て、あ、このコメントは関連情報として役に立ったなってね、思うかな、どうかなで判断してください。これ難しいんかな、どうなんだろう。でも考え方によってはその判断ができないからモラルがないとものを投稿する人が多いわけで、そういう人に分かってって言っても難しいのと同じなわけじゃん。でも逆に今度この動画の内容と 100% じゃ動画の内容と 100% 一致する内容ってなる、あ、僕もそう言われればそういう勧誘が来て騙されましたっていう内容以外は書けないのかっていう、そうなっちゃうんだよ結局ね。なのでね、本当にそのニューロの話題なんで、ニューロの話題を求めてきた人がそのコメントを見て迷惑に思いますかどうですかっていうことなんだよ。で、じゃあなんでその見に来る人のことを気にするのというと、そこのチャンネルの主だからです。だから全く関係のないね、プロジェクターの Bluetooth の接続がわからないっていう質問ばっかりだって、もニューロの光を見に来たのにそんなコメントばっかわけのわかんないね、僕はお弁当明日何を買ったらいいんでしょうか、カレー以外だったら何でもいいでしょうかね、お水を飲みたいんだけども軟水と硬水でどっちを買ったらいいですか、あなたの好みとかお腹の調子どうなんですかねとかね、そういう話になっちゃうでしょ。そんなものがいっぱい並んでたらニューロ関係のコメントを探すのも面倒くさくなっちゃうでしょ。で、もうちょっとね柔軟にこういうことをお願いする、ね、ずっとおじいも言わないで貯めている、だ皆さんからは見えないけども日々、ね、皆さんが見えていないコメントにはそういうものがいっぱい来ていて、いっぱい消しているっていう、で悪気があるものもあれば悪気がないものもあれば、ね、ただ頭が悪いだけのものもいっぱいあるわけなんで、それを胃をキリ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 しながらやってるとストレスがいっぱい溜まるんだよ。でもそれをね、出しながら動画を作るわけにはいかないからね、ニコ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 ピョ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 しながら動画を作ってるわけなんだよ、ね、腹でねメラ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 しながらピョ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 ってこうやってるわけで、ね、でもあまりにもそういうものがね、溜まってくるとね、定期的に、皆さんモラル守ってくださいよってそういう動画を定期的に作ることになるの、
いっぱい溜まってくると、目に余ってくると、だこの短期間の間にものすごいたくさんあるから、あそろそろ動画を作らないといけないなっていうことで新日から作ってるわけ。これだね。まあね、このガッチャン TV さん の、 コメントが、このコメントがね、何にも迷惑なメールにも何にもなってないし、でおじいがこの動画をもとにね、今これ作って、今 Google の処理中なんだけど、一個のテーマで動画を作ってるので、お役立ち動画だったんだね、これがね。一人の疑問はみんなの疑問、みんなが思う疑問なわけだから。だから、おじいは今動画を作ってアップした。ね。今12時2分だけどね、動画の時間を見てください。ね、この動画を作る直前に作ってます。で、中にはね、そういうモラルのお願いの動画を作ると、本当の意味を理解していないと過剰になんか想像以上をはるかに超えて一致しないとダメなのかなって勘違いした方も出てくるので、それもそれで良くないのでね。なのでまずはその関連の動画なのかな、どうぞ、この関連っていうのが一致する動画ではなくても、そこの動画に出てくるもの、主役のものに関連するのかな、どうなのかなっていうことで OK なんです。で、その関連性が全く関係ないのは何っていうと、雑談の動画なんです。だからコメント返信雑談とかね、普通のおじいが雑談って書いてあるのがあって、あれはノンジャンルなんで、ね、あれは視聴者様とのコミュニケーションなんで、そういうところにノンジャンルでいろんな質問を投げかけたりとかね、それってするのは別に全然関係ない。だからそこのところにね、プロジェクターがつながらねえとかって書いてくれるのも OK だし、ね、でもそれだったらその V 点のところに質問した方が他の人にも役に立つんじゃないのって思うんだけどね。だっておじいの動画を作るのはその人に対してのコメントだったらそこに返信すればいいわけなんだけど、動画で取り上げるわけなんだから、ね、必要性があるから動画にしてるわけ、ね、だから必要性がないものだったらそのまんまスルーしてるんだよね。なんでね、まあ難しいねこれもね。モラルがない人にモラルってものを知ってってこう伝えたいんだけどもね、でまあ薬が効きすぎたかな本当ね。まあそういうことだね、まあそんなわけでね、今回の内容はごめんなさいでも何でもないので、ニューロのところにニューロの話をしてるから全く問題はありませんね。でニューロの話題なんだけども、フレッツの話題が書いてあるとかね、それもその通信関係その話題で、ね、いやうちの場合はフレッツ使ってるけどもね、そうやって勧誘できたけども遅かったよとかね、だから関連の話題になるわけじゃん、ね、だからニューロの話題、ネットの話題、あと悪質な勧誘の話題とか何かに関連してる、関連大きなカテゴリーでこの中に分類されるよねっていうね、連想できるよねっていう、そういう関連なんです、ね、で、関連ができないものね、例えばね、さっきの内容なんかもね、そうでしょ、これね、モラルのお話したところのやつなんだけど、これね、XTU のアクションカメラの話をしていて、ヤーバー V10 のプロジェクターがどうにも連想できないじゃん、こじつけようと思ってもこじつけられないじゃん、どう考えても。で、ニューロ光で悪質な勧誘で騙されたっていうところから、いわば V10 の Bluetooth の接続はどうしても関連性がないじゃん、つながらないじゃん、どう考えてもね、そこなんだよ、ね、だからここの
大きな違いなんです。そんなにね難しい話ではないのでね、ガチャ TV さんお気を悪くせずね、全然何も悪いことをしてないんでね、ただあれなのね、昭和の時代はね、なんだっけね、関連するものを紐付けしてくださいとかね、例えばこっちに犬がいたらね、こっちに猫がいて、で鉛筆があったら消しゴムがあって、車があったらバイクがあって、それぞれね関連すると思われるものを紐付けてくださいと、あ犬と猫、あ車とバイク、あ鉛筆と消しゴムで、こういうのやったことない？今の時代ないのかな、これって。おじいの時代ってあったんだよ。なんか関連性のあるものをこうやってやりなさいみたいなね、子供の頃にそのやらされたことがあると思うんだけど、あれはないのかな。だ今こういうのをやったらみんなあれかな、成功率低いのかな。こっちアンプとスピーカーとかね、本当やったらみんな繋がらないのかな。スマートフォンとワイヤレスイヤホンとかさ、ね、関連性のあるものってつながんないかな、ね。まあそんな感じで、この関連ね、簡単かし、だからその関連がだから難しいんだな、結局今はな。難しいな、本当難しいな、本当ね。でもまあそうだね、これこうだよねっていう当たり前常識が時代とともに変わってきてるんだよね。関連の紐付けっていうのがだから、ね、なかなか難しい時代になってきたかもしれないな。だから本当そこの基準が変わったんだったら、どっちかというと昔はこうだったってそれを基準にするんじゃなくて、今の基準に合わせて動画を作らなきゃならないんだよ。クリエイターっていうのはね、今の人に合わせてやんなきゃならないっていうね、そこがね難しいんだよな、本当ね。まあ、考えさせないね、これを見てる皆さんのご意見はどうでしょうかね、今回は逆パターンなんで困るよね、これね。本当ちゃんと正解で何にも関連性があるどころか内容がかなり重複してね、かなりほとんど一致してる内容なんだけど、関係なくてごめんなさいって言われるからね、難しい。逆パターンだよ、どうしたらいいか分かんないよ、おじいもね。はい、そんなわけで終わりたいと思います。一人でも多くの方ご意見投稿よろしくお願いいたします。またね、バイバイ。